皆さんこんにちは。今日は島根県の出雲市駅に来ております。今日はですね、出雲大社に行きたいと思います。出雲大社に行く方法、電車かバスとなります。今回はそのうちのバスの方をご紹介したいと思います。バス乗り場はこちら、現在ズームしております島根和牛全国1位と書かれたここですね。ここが乗り場となります。はい、それではバスの方やってまいりました。もう行き先にね、出雲大社って書いてるバスに乗れば必ず行きますんで、運行間隔は30分に1本です。それでは乗っていきます。こちらのバスね、今回整理券取って乗ってますけれども、スイカとかイコカなどの交通系 IC カードも使用することができます。やっぱり路線バスですよね。夢タウンの前を経由していくみたいです。なんかとある YouTuber がなんかイオンとかね、ショッピングモールよく経由するってよく言ってますけども、このバスも夢タウンを経由していきます。路線バスの鉄板の停留所、イオン、ショッピングモールで、これ病院ですね。出雲の一番大きい病院やと思われます。中央病院も経由していきます。夢タウンと大きな病院を経由しましたら、ここからしばらくは、地元の方が利用なられる小さなバス停が続きます。それでは出雲大社の方の近くまで飛びます。Thank you.
これよくあるんですよ。バスが止まってドアが開く前に立ち歩くお客さん、これ車内転倒事故の原因になりますんでね、運転手さんすごい神経尖らせてますんでやめていただきたいと思います。これも路線バスあるあるです。バス停に堂々と車止めてる人、これも完全な駐停車違反ですんでね、これも絶対やめていただきたいと思います。出雲大社の最寄りはこの正門前というバス停になります。もう まさに名前の通り正門の前に止まりますんで、ここで降りてください。はい、それでは正門前到着いたしました。今回乗車しましたのは一バタバスということで、運賃は510円で所要時間は32分でした。さて最後に出雲大社の正門だけ撮って終わりにしたいと思います。まあ出雲に来たら、まあまず出雲大社ですよね。あとは出雲そば、ぜんざい、まあそういったものを食べてね、帰りはちょっと電車で戻ってみようかなと思います。それではこの動画はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。せっかく来たんでね、中の一番有名な神楽殿だけ動画に残しておきます。参拝方法、普通の神社は2礼2拍手1礼なんですけれども、出雲大社では2礼4拍手1礼となっております。まあ参拝する時にあの看板でそのように書いてますんで間違えることはないですが、皆さん覚えておいてください。それではこの動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。